琉球古武道金剛流とは、武道家である坂上隆昌氏によって創立された古武道の流派です。昭和10年代より屋比久茂伝先生や空手道の師である馬文健和先生のもとで古武道の手ほどきを受けていた坂上隆昌氏ではありますが、さらなる技術追求のために琉球古武道中興の祖と謳われた平真剣先生を沖縄より招聘し、本格的に修行したのであります。後に坂上隆昌氏はこれまで培ってきた空手道、剣道、柔道、居合道など他武道の長所を取り入れ、自らの古武道を金剛流と命名しました。坂上隆昌氏亡き後、嫡子である坂上貞明先生が金剛流を継承し、さらに独自の研究も加味し、金剛流の技術体系を確立し、首席師範として普及・振興に努めております。この DVD ではその一部である棒術の基本を紹介いたします。